レビット2019土木技術者のためのレビット入門第6章その他の便利機能サイトデザイナービムシミュレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでレビットやシビル 3D などのソフトを動画と解説でお届けしています。ビムシミュレッスン TV オンラインの問い合わせは LINE でこちらを検索してください。土木技術者のためのレビット入門という本の解説をしています。サイトデザインは外構の地形を作成するレビットの拡張機能の一つです。地形を作成し舗装、駐車場、車道、歩道、擁壁をモデリングすることができます。LINE アットのご登録がまだな方はこちらからご登録ください。登録特典その1、登録特典その2、登録方法は LINE でこちらを検索してください。いかがでしたでしょうか。今回のビームシミュレッスン TV オンラインはここまでです。次回は拡張機能のご説明をさせていただきます。スノータムでした。